名護市長の戸口武豊です。令和2年4月12日、名護市において初めてとなる新型コロナウイルス感染症患者発生の報告がありました。現在沖縄県において濃厚接触者など詳しい調査が行われております。引き続き石鹸による正しい手洗いや咳エチケット等感染予防を徹底してください。また不要不急の外出を控え、密閉空間、密集場所、密接場面を避けていただきますようお願いします。市としましては国や県と連携し感染拡大防止に取り組んでまいります。高齢者の多い北部地域の感染拡大防止を図り、地域の限りある医療体制資源を守るためにも市民一人一人の感染予防策が大変重要となります。市民の皆様におかれましては不安に感じることもあると思いますが、どうか冷静さを保ち、自分自身や大切な人を守るための行動を心がけていただくようご協力をお願いします。みんなで力を合わせ困難を乗り越えていきましょう。